こんにちは。まだツイッターに載せてないから、みんな載せたらあかんで。あ、さくちゃんこんにちは。どうもこんにちは。昨日あれですもんね。これ雷の音か。あれかと思った。シャッターかなんかの音かと思った。課題終わってるよ。もう全部学校持ってった。もう学級記書くときにさ、ついでに全部持ってった。もうあとあれだけ、ポスターの絵だけ。ワンタンメンさんギフトありがとうございます。25日にネイルを外すか外さないかを迷っている。ディエモンの話になった瞬間そう、あのあれ、ラジオの人がびっくりした。さくちゃんがなんか喋るようになっててびっくりしたって言って、そう、あ、昨日のラジオのゲストのおとなしい喋り方の子の顔みたいです。こいつこいつやけど、もうちょっと髪の毛短かった。あのツイッター X に上がってる緑っぽい服にジーパン履いたやつです。作業場なあ、でもちょ聞いて、今日な学級かけに行ったんよ。ほんならなんかな、もうなんかなって言い過ぎ、もう封印んでな、んな、なんかな、封印したらどもるな、一旦封印頑張る。学級かけに行ったんよ。ほんならペンギンが久しぶりにおってん。あの空いてなくて教室で、あ、空いてないと思って友達早起きててんで、おはようってなって、で暑いなーって言って、まだ空いてないからちょっと職室行こうって言って行ってん。なら、まあ、呼んでくれて他の先生が、その担任の人をな。で、はやぴょんがインスタの、そう、おー、さくっちゃんのやった、そういえば撮ったわ想像できて、確かに。そうで、おって、で担任の先生と一緒にペンギンも来てんよ、たまたま。なら、ま、担任がさっき来てんな。担任はおおって感じやって、髪の毛見て、でペンギンはボソリ来たなーってニヤニヤしながらどっか来たポギーさんギフトありがとうございます。髪だけどちょっと馴染んできた。明日はクマさんに会えるかな。髪だけどうかな。黒島ちゃんさくっちゃん的な感じで、名前おもろいよな、さくっちゃんって初めて言われた。しかもイントネーション分からんよな、さくっちゃんなのかさくっちゃんなのか。今日もかわいい。今日な、あの新しいアイライン、あ、なんかね、ジェルライナーみたいな、ジェルライナーみたいなやつと、あとマスカラをお母さんが買ってきてくれてん、新しいの買ったでっつって、でやっていこうかと思ってんよ、メイクねんけど、あのもうええかーってなんて今日もスピン髪型みんなバレてんかな、まだメンバーは気づいてないと思うけどな、ファンの方は気づいてある。でルームスでは公開してる。さくちゃん今更だけど楽器来て何、ね、あのそうそう、クラスの旗、あ、なんかねって言った今、めっちゃゴロゴロ言ってる、やばギリラ豪雨すぎやろ。あとちょっと私が帰ってくるの遅かったらもしかしたら、あ、飾ってあんねんな、どこ置いたっけ。私去年選ばれたからさ、学級機置いてるはず、違う部屋に置いてたかな、大きい、あの体育祭とかで持つクラスの旗
なんとか倉島さくら、ピカソしか覚えてない。パブロ、倉島さくら、ピカソやろ。なあ、号泣キャンプ行きたかった。なんか言った。あの歯医者さんあれよ、矯正マウスピースやってるからさ、買いに行かなかのからつけに行く。でめっちゃ今歯磨きしたもうカビカ歯磨きして矯正つけて、マウスピースやからなんかね、あ、なんか言うたわ、マウスピースやから、4週間で2個もらってる今だから4週間おきに行ってるけど、用事入ったらちょっとね、ずれたりするから若干遅くなったりするけど、今回のめっちゃ急なんやけど、今回のポスターの嬉しかったこと言っていい？レタリング成功した。しかもこれ下書きしてない、適当にここら辺にこの字書こうかなみたいなのを思ったやつはまあ書いてん。まあそれはまあまあ置いといて、ちゃんとしたあれは一発書き、嬉しい。でもめっちゃ鉛筆の跡残ってておもろい、適当かよってなった。まあ適当なんだけどねもう学校の提出物なんかこんなもんでええわこんなもんやろすごいな、レタリングなんか一発目で合わせたら、そうちゃんとオレンジと水色になってるの、レタリング成功して嬉しいでもひらがなとかめちゃめちゃもう適当普通に書いただけっていう。去年の割り箸割ってもらってたけど、割り箸あのな、硬かったよあれ、いつも普通に割れんねんで、硬かったよ。へえ、鉛筆の、そう鉛筆の色塗ると、そうなんよ、切れへんくなってんよ。いや、いけるかなと思って塗ったら割と水が多くてあかんかった上田和樹さんギフトありがとうございますなんか、うーかさんの似顔絵のナングラは割と頑張った。でも絵描くん好きやし、うーかさんやし、やろうと思ってちゃんとやったけど、光沢とか立体感を頑張った。リアルな人間とリアルなビーバーのやつにしな、中途半端やったらなんかおもんなくなりそうやから割と頑張ったけど、かき氷はめっちゃ適当やった、すぐ終わった。ああそう、ドラかと思った。服かわいい、やった。あ、リボンが、リボンうまくない？これさっきくくってめっちゃうまくない？これしりとりリレーうまかった、やった、置いてやんね、ここにゲソ、ゲソって漢字初めて読んだ時ゲソクって読んだ。仲間おるじゃあこのボブさ、ここ巻いても可愛いと思わん？外巻きというか吉森っぽくない？巻いてみようかな。外羽も可愛いと思うんだけど、あ、ひどいのが多かったほんまにやん、おもろいやん。リボンせっかく綺麗にいけたから保ちたいな。もっちゃんかと思いました。確かに長さ似てるかもせっかく出る、確かにね、確かに。ワンジュさんの可愛いよなでも固定ヘアの時のももかさんくらいかな。ももかさんの方がもうちょっと長い気する、伸びたらももかさんくらいになる。ピ
かねえみたいな内巻きにしてほしい。 OK 全然やるよ。今はコテないから無理やけど。あとな、コテがな大きいやつしかないんよ。そうやねん、アンジュさんの心霊スポット巡りいいな、見たいな、行きたいな。みおちの白雪姫なかなか画伯でした。おもろ、かわいいな。最初はこのままがいいかな。頭軽い、涼しいっていうか軽い、涼しいけどびっくりした、軽い思って。じゃ水濡れたらさ、ペターンってなって、あのめっちゃ空いてるねんこれ。だからすごいなんか、あ、ない髪の毛と思って、髪の毛なくなった。あやぴょんもな、うまいよな。もうって言ったらなんかあれやけど、なんか言うた、乾かすのもすごい楽やった。え、グミッツェルのアージュさん可愛すぎよな、思ったで。私もいや、学級機書いてさ、ゲシュタルト崩壊してさ、あーとか言ってな、言ってねんよ、もうあーってなって、もうゲシュタルト崩壊、あーもうあーってなってでな、あ、もうやばいからもうアンジュさん見ようと思って、でアンジュさんのツイッター開いたら、グミッツルここにさやってさ、目出しててさ、かわいいと思って思わず担任に見せた。かわいくないって言ってなあ。シャンプーとトリートメントの減る量が違う。え、昨日なオイル出すんだけど、髪の毛の、あのいつもの量、長さと量やったら2プッシュやってんけど、ほんまは1でいいやん、1も半分でいいんやけどくらいやってんけど、いつもの癖で2回やってもって、あっあっってなった。わあ、いちさんとあいかさんのゆうさんもかわいいよね、かわいいよね、ガチでかわいいよね。維持でも飛び跳ねない。ああ、今回の目標は維持でも飛び跳ねないように、逃げないようにすること。かわいい、かわいい。ああ、メンバーに会った時のボブのサプライズ考えたりしてる。会った時は考えてない、ツイッターは考えてる。ああ、 X 550円で怖がるアンジュちゃん見える、おもろ、見るよ見るよ、ちゃんと見るけど、見るけど、いやー、かわいいなー、かわいいなー、ほんまにかわいいなー。来年はキャンプ行けるかなあれだけ、さらさらやなって言われた、担任の先生に見るよ、ちゃんと、かわいいもん。でもあれかも、リアタイでは見られへんかも。あれやし、前日も25も公演やし、26も公演やから、リアタイでは見れるか分からんけど、見たい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 。他のショールームで、彼のショールームで、それでちゃんと入ってるで、爪伸びた、切りたいなあ。やりちゃんにショールームでさくちゃんが猫娘してくれるって伝えたら喜んでた。やったー、もう採用です、せっかく言うてくれたから。あはお化け屋敷入った時は怖がるって喜んでた、ちゃうわ、叫んでた。面白い、確かに8月ずっと出てる、一回も休んでない気する見ます、もちろんもちろん見ますよ、家族総出で。ボブ、ボブになった。ハーフアップでも可愛いなとか思ってきた。内巻きでも外ハンデでも、くびれ巻きでも、ウェーブでも
なあ、昔のやつと猫娘全然違うらしい。見たことないねんけど、あのアニメ、なんか漫画かアニメか分からんけど、見たことないねんけど、カチューシャ OK。 どれ止めるの、家族は誰推し。家族は若菜さん推し、若にゃんの方の若菜さん推し。つけ方変、カチューシャあんまりつけたことないからさ、頭の形的に。なんか違う気がする。もうちょい前か。あ、そう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 、ボーダーの服ちょっと前。外はね、あーペンギンが久しぶりにおったな。え、じゃ聞いて、 D モみたいなさ全身青の服着てた。おもろいで、青の T シャツに青の短パンやった。 D モやん、思て耳出てる方がいい気もする。なるほど、ここら辺出しとこう。細っ、細すぎた気がする。あ、左右違う、左右違う。面白い。もういいかこれで。耳出してカチューシャでなんかおもろくない。なことないか。こう出す。出すぎた出すぎた。耳大きいかな。分かれ、含耳は含耳なあ。道具出してくれたらいいのにね。髪切るとき合わなかったよメンバー。うん、チカプヨさんからは返事来てないよ。あの違う、あのチカプヨさんに聞くやん、確認しますで、なかなか来おへんなと思って、で違うマネージャーさんに聞いて、ほんなら全部私服ですって言われて、え、写メ会も私服？そんなことある？と思って、うーんと思って、まあツイートしようとするやん、全部私服でしたって。んなら近っぽよさんが写メ会は衣装ですってきて、分かっとんのかいってなった。いずれピアス開けたい。可愛いピアスがあったら開けたい。でも開けるとしても普通のここしか開けへん。あんまりいっぱい開けるのとかは好きじゃないかも。あ、写メ会私服一緒にやるかんだ。いや私服なんかと思って、前回衣装やったから、うーんってそんな変わることあるんやと思ってんけど、違いましたね。違いました。花ピ、花ピとかな、なんか、なんか言うたわ。私はあんまり好きじゃない。ぽよーん。確認のプロ。おもろ。確認のプロ。確認して結果は言わずに確認をするプロってことね。なるほど。結果はどっちでもいいけど、とりあえず確認のプロ。なるほど。あー、口のピアスの人もおるな。トトエモンさんギフトありがとうございます。イヤリングはいっぱいあるで、お姉ちゃんのダンスの時に使ってたやつ。髪の毛染めるのもあんまり派手なのは好きじゃないねんな。ネイルもあんまり、なんかさ、すごい長さのやつあるやん、なんかキュピーンみたいな、
ああいうのはあんまり好きじゃない。なんか若干長いくらいはいいねん、若干長いくらいは全然綺麗に見えて好きなんやけど、であんまり派手な色もあれかなね。おはようございます。なんかフレンチネイルとかが好き。これもフレンチなんやけど一応。え、チャキンってびっくりした。アンジュさんさ、ネイルさあれになってた、ミラーネイルってわかる？あのミラーネイルっていうかマグネットネイルって言うててさ、一緒やーと思って。これマグネットなんです、マグネットネイルなんです。見えへんかな、見えへんよな、見えへんと思うねんけど、マグネットネイルにそうね、ホログラム乗せて、であの爪の端にあのオーロラでフレンチネイルしてるんですけど、一緒やんと思って。あのデザインはちゃうで、でもマグネットネイルっていうのが一緒やねん。鉄にくっつくの、うん、逆、マグネットにくっつく、くっつくっていうか引き寄せて光沢出すみたいなやつ。もう一緒やんと思って。そう、今日は歯医者さん行くからあんまり前髪崩され、磁力、こっちは磁力ないで。そう、嬉しい。アンジュさんかわいいな、配信見れてよかったな、かわいいな。もう毎年恒例、毎年っていうかいつも恒例になってるもの。あディエモンの頭でかおもろあの頭身がかわいいんやんか。かわいいな。ペンギンが DMO みたいな服着てておもろかった。配色がさ DMO やってさってなって、おもろい。バッサリいったなーってニヤニヤしながら行ったからおもろと思って。久しぶりやった、久しぶりすぎて何も言われへんかったジュース、ああランキング見ます、急すぎた。13位がなべちゃんさん、ありがとうございます。12位がひでさん、ありがとうございます。11位がやすさん、ありがとうございます。10位がてっぱんさん、ありがとうございます。9位がたからのさん、ありがとうございます。8位がワンタンメンさん、ありがとうございます。7位がアルシーさん、ありがとうございます。6位がオレオーズさん、ありがとうございます。5位が誰がバカやねんさん、あ、ちょちょちょ、誰がカボやねんさん、ありがとうございます4位がマチカネフクキタルさん、ありがとうございます。3位がコンギンさん、ありがとうございます。ありがとうございました。服装忘れてた、そうや、服どれ削るかやんな。あ、小さいボブの子 B 配信ありがとうバカはかわいそう、いやバカって書いてんのかと思ったカバやったDM のことになると饒舌のさくっちゃんのトークって書いてたよ、おもろ。な、服忘れてた。うん、服忘れてた。今度やる。明日決める。どれ止めんの。さんギフトありがとうございます。うん、明日
正月には予定出るかな、出るかな、出ると思う。パーカーいいかなって思ってんけど。以上。いやでもパーカーにカチューシャにしようと思ってるから、パーカーにカチューシャに、レーン隣誰やろな。ラジオのキャラが演出ならものすごい演技力だね。確かにね、確かにね、すごいかも私。確かに確かに。あ、前髪固めてんの忘れてた。前か、前髪固めてんの忘れてた。パキッてやってもうた。確かにね、演技を、あ、私演技向いてる演技向いてるかも。上田和樹さんギフトありがとうございます。でも声量がないからさ、届かんのよ演技しても。で地味にな、前回の公演なアンジュさんと同じリップえ嬉しい。昨日やったっけ、一昨日やったっけ、昨日やったっけ、あのアンジュさんがさ配信でさ塗ってたリップとさ同じのやったの、同じのやったの、熊田さん同じのやったの。同じのやってん、うぃー。でももったいないから公演の時だけ塗る。おそろい昨晩飛び打ちで握手会できるらしいから。え、どういうこと。のゆうちが以前ショールームで昇格したら握手会の後にお出かけできるらしいから。握手会、あー、なるほど、なるほどね。あれそういえばそうやったわ、確かに確かに、そういえばそうやったわ。なんかあれやんな、外出禁止みたいなやつやろ、ホテル泊まった時の。なるほど。でも黒島は一人でどこにも行けない。ひかるちゃんおるかな、ひかるちゃん、ひかるちゃんおったらな、いけるのにな、観光したいな研究生ほんまにコンビニも行かれへん。おもろ、1回目のやつはな、そう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 、コンビニも行かれへん。でも次の2回目のなんか泊まった時は、2回目は、うん、そう、あれの時はコンビニは行けた。夢の国はちょっとあの時間が泣いちゃう。あ、でもそっか、帰るのも、なるほどね。あ、じゃあいつか私がでっかくなったら一人で旅行をしてそのまま帰ってくるか。だから販売されるんかな。もう話がいけなさそうな気するけどな、来なそう、ね、お土産買いたかったんけど去年も、でも買われへんかって、そう、あかんかって外出禁止やって。そろそろ終わるか、終わろう。ちょ、アンジュさんの共通点、アンジュさんと私の共通点なんかない、探しといて。ちょ、ルームスのあれ見方分かれへん、アクティビティ池本山ちゃん、せばし間違ったやつ、おもろ。よし、じゃあありがとうございました。黒島さんが見に行けばいい。いや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 、そっち、そっちか、確かにね。リップ嬉しいな、もったいないな、共通点おもろいアクティビティのコメント見られへんねん、っていうか見方が分からんねん、見たいねんけど全然見られへん。あー、確かに基本の握手会でめっちゃ食べてるイメージある。握手会でもオンラインでも普通のお話し会とかでも。ということでありがとうございました、さよなら。なんか短かったな今日。バイバーイ。
ありがとうございました。バイバーイバイバーイバイバーイ。共通点探しといてな、探しといて、あのルーム数にコメントしといて、後でまた見れるようにする。あとは無理かも、また今度。バイバーイ。